アベマは日本の女性シンガーソングライター。大分県大分市出身。所属レコード会社はポニーキャニオン。所属事務所はヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス。愛称はアベマ。幼少期、祖父に演歌を歌わせられたのをきっかけに音楽を好きになる。小学3年生でピアノを始め、音楽に慣れ親しむ。地元のカラオケ大会にも参加し。 人前で歌うということに惹かれる。中学生の時に歌手になることを志し、数多くのオーディションに参加する。高校生になった時にピアノを止めギターに切り替える。この頃から地元大分市などで頻繁に路上ライブを行ったり、音楽オーディションに参加したりしていた。それまではカバー曲中心で活動していた安倍だが2006年2月、高校1年生の時に、 初女作、マイベビーを書き上げる。2006年5月、高校2年生の時に、楽器店の店長に勧められて、ヤマハティーンズ・ミュージックフェスティバル2006大分大会に出場、マイベビーを披露し優勝した。続く、全国大会では母への思いを歌った、母の歌で、奨励賞を受ける。この頃から、多くの地元メディアから、出演オファーを受けるようになる。高校卒業後、 上京し、ポニーキャニオンと契約、ロックインジャパンフェスティバルをはじめ、多くのライブに出演する。2008年8月から11月まで、iTunes ストアで、阿部の楽曲が4曲配信された。そのうちの1曲、My Baby は、iTunes ストア今週のシングルに選ばれた。2009年1月21日にデビューアルバム、フリーを発売。表題曲である、 フリーはラジオシングルとしてリリースされ、ジャパンホット100で1位を獲得した。1月28日に渋谷オウエストにて初のワンマンライブ、アベマオのフリ、リライブを行い、3月21日には初のライブツアー、アベマオライブナンバー0をスタートさせた。5月15日に僕らの音楽にてテレビ番組初登場。 彼女が大ファンだという土田照之との対談を行った。5月27日に1枚目のシングル、伝えたいこと、愛話なしゆうを発売し、オリコンチャートでトップ20に入る。6月17日には5月に死去した、今はの清志郎の遺作、O、ラジオに、ラジオソウル20のメンバーとして参加した。8月5日に2枚目のシングル、あなたの恋人になりたいのですを発売。 全シングルに引き続きオリコンチャートでトップ20に入る。12月に大阪と東京でワンマンライブ、安倍マオライブナンバー0.7を開催。2010年1月13日に3枚目のシングル、いつの日も1月27日には2枚目のアルバム、ポツプを発売。いつの日もは発売1週間前にビルボードジャパンホット100で2位に入り、ポツプはオリコンチャートで、 初のトップ10に入った。3月19日に自震初の全国ツアー、安倍マオライブナンバーワンを開催した。6月9日、4枚目のシングル、ロンリー、11月3日に5枚目のシングル、19歳の歌を発売した。そして同日から全国ツアー第2弾、安倍マオライブナンバー2を開催。後日、翌年2月に3枚目となるアルバムを、 発売予定だったが、生体治療のため発売が延期することが発表された。12月にオフィシャルモバイルファイクラブにて、CD 未発売となる新曲、モットーを発表した。2011年1月に痛めていた生体の手術を行う。5月18日に6枚目のシングル、モットー。光、6月1日に3枚目のアルバム、元。 7月27日には、自震初となるライブ DVD、安倍マオライブナンバーにゼップ東京をそれぞれ発売した。8月14日、21日に東京と大阪で、ワンマンライブ、安倍マオライブ夏の陣を開催。11月16日に、安倍マオライブナンバー2で披露された、楽曲、川にいて、を7枚目のシングルとして発売した。12月2日には3度目となる。 全国ツアー、アベマオライブナンバー3ゼップと、クアトロだけでごめんねツアーを開催。2012年2月4日、5日に、アブリル・ラビーンのツアー、ザ・ブラックスターツアーの埼玉スーパーアリーナ公演に、サポートアクトとして参加した。2月7日に、NHK の番組を紹介するキャンペーン、春ナビのイメージキャラクターに起用され、キャンペーンソング、世界は、 まだ君を知らないを書き下ろした。5月16日に8枚目のシングル、世界は、まだ君を知らない発売。5月31日にはファンであるワンオークロックのツアー、スタート、ウォーキングザツアーにゲスト出演した。6月6日に4枚目のアルバム、戦いは終わらない発売し、6月19日に自身初となるホールツアー、アベマオライブナンバー4を開催。 12月5日に、ライブ映像作品、アベマオライブナンバー4渋谷公開堂発売。12月10日、24日に大阪と東京で、初の弾き語りライブ、アベマオ、弾き語りライブ2012、トークリスマスだよ。来るでしょ来るよねの巻を開催した。2013年3月6日に9枚目のシングル、最後の私、6月26日には10枚目のシングル、 あなたが好きな私、ボーイフレンドを発売した。7月14日に弾き語り全国ツアー、アベマオ、弾き語りライブ2013、夏を開催。8月28日に5枚目のアルバム、あなたを好きな私を発売した。10月4日に、全国ツアー、アベマオライブナンバー5を開催。11月20日リリースのエメのファーストミニアルバム、アフターダークに、初の提供曲。 ワーズを書き下ろした。2014年2月、ミスター・チルドレンの桜井和都氏と、学 MC による、ユニットウカスカ G が FM802 の春のキャンペーン、アクセスのキャンペーンソングとして制作した楽曲、春の歌のレコーディングのために、ウカスカ G をはじめ、牧原のりゆき、クレバ、岡野昭人、吉井和也など総勢23組のアーティストたちで、 結成された新ユニット、ポゼッションイコール80点にポル CENTO に歌唱アーティストの一人として参加した。5月21日に11枚目のシングル、Believe in Yourself、8月20日に初のシングルコレクションとなる、シングルコレクション19から24をそれぞれ発売した。10月22日に10月25日公開の映画、おの寺の弟、 小野寺の姉の主題歌となる12枚目のシングル、それぞれ歩き寝そうを発売した。11月29日、30日に東京と大阪で、初のファンクラブイベント、アベマに、ア限定イベント2014を開催。2015年1月4日にオフィシャルサイトにて、ツアーのマニピュレーターを務める元コアオブソウルの飯塚、ケイスケと入籍したことを発表した。 2月18日に6枚目のアルバム、おっぱじめ、を発売。3月3日に、妊娠3ヶ月であることを、自身のオフィシャルサイトで発表。3月10日に、全国ツアー、アベマオライブナンバー6を開催した。9月23日に第一子となる男児を出産した、ことを報告。11月18日に13枚目のシングル、U Change t e My Life をリリースした。 2016年3月1日、オフィシャルサイトで、飯塚圭介との離婚を発表。5月25日に14枚目のシングル、Don't Let Me Down。8月24日には、アベマオとしては、初の連続ドラマの主題歌となる15枚目のシングル、女たちをリリースした。2017年2月15日に7枚目のアルバム、b ーブ e をリリースすると、 その翌日に宣伝も兼ねて、おぎやはぎのメガネビーキにゲスト出演した。10月4日リリースの山本さやかのアルバム、アイデンティティに、楽曲、合彩を提供した。12月8日に、初の配信シングル、K.I.S.S.I.N.G. をリリースした。2018年3月7日に8枚目のアルバム、You をリリースし、収録曲、イモラリティが、 FOD オリジナルドラマ、不倫食堂の主題歌に起用された。7月16日に配信シングル、まだ僕は生きてるをリリース。10月10日に、生体結節により急遽手術することを発表した。10月24日にはシングル、変わりたい歌をリリース。2019年1月23日に10周年、記念ベストアルバム、アベマオベスト。5月8日にシングル、君の歌。 答えをそれぞれリリース。表題曲の君の歌は映画チア男子。にカップリング曲の答えはアニメ消滅と死のに起用され、8月21日には NHK 総合ドラマ、これは経費で落ちません。の主題歌に起用されたシングル、どうしますかあなたならをリリースした。11月6日にリリースした ASCA のアルバム。 百貨歌両欄に、楽曲、ノーフェイクを提供。2020年1月22日に9枚目のアルバム、まだいけます。4月8日に配信シングル、レディーゴー。8月12日に配信シングル、BE My Love をリリースした。レディーゴーは、NHK テレビアニメ、アニパラあなたのヒーローは誰ですか第9弾、ボッチャ、テーマ曲に、BE My Love はドラマ、僕らは、 恋が下手すぎるの主題歌に起用された。10月28日リリースの加藤ミリアのトリビュートアルバムインスパイアーに参加し、楽曲ラストラブをカバーした。12月9日に広瀬香美の楽曲ロマンスの神様のカバーを、12月23日に楽曲いつの日もマインイナーチャイルドバージョンをそれぞれ配信リリースした。いつの日もマインイナーチャイルドバージョンは、 自身のピアノ弾き語りによるセルフカバーで同日にメガボルトも公開された。2021年1月20日に初のカバーアルバムマンインナーチャイルドミュージアムをリリース。1月27日リリースの ASCA のアルバム100キヤコに楽曲リゲインを提供。2月3日にテレビ東京系ドラマパラビ。 おじさまと猫エンディングテーマである配信シングル二人でいればをリリースした。2月22日リリースしたファーストサマーウイカの楽曲カメレオンを提供。影響を受けたアーティストは高校時代に出会ったアブリル・ラビーン、ユイ、シーナ・リンゴでその頃に路上で歌うようになった。曲を書くようになるまではアブリルの曲をカバーしていた。安倍にとって歌とは 誰かとつながるための術であると語る。これは人の心を発する気持ちが根底にあり、歌詞と曲で何かを発信できたらという思いがあるためである。歌詞やメロディは様々な場面から生まれるが衝動に駆られた時に一番思いつくという。マーティフリードマンは、アベの歌い方は巻き舌っぽく、少し男性っぽく聞こえる時があると述べている。聖域も、 普通の女性ボーカルよりは広く、特に低音域をしっかりカバーできるので、ロックっぽいノリの曲を歌う際は大きな強みになると評している。オフィシャルファイクラブ名は、アベマニア。名称はファンから募集し、決定した。開始当初は、月額400円のモバイル会員制で、本人によるブログや、オフィシャル PC サイトでも人気の手書き日記、アベマより、 が無料で閲覧できる。安倍マオのイメージが携帯を飾る待ち受けや、フラッシュ待ち受け、カレンダーなど、安倍マオの世界観を存分に堪能できる。その他、着歌着歌フルにて、安倍マオの音源をすべて配信している。新曲リリース時には、動画コメントなどのコンテンツを展開。ライブの先行予約もここで行われる。2016年1月21日より、 新たに年会費コースが開始された。それに伴い、それまでのモバイル会員は、月額コースとして継続されている。年会費コースでは、会員証や解放、アベマガジンの発行のほか、月額コースよりも早くライブの先行予約が可能となっている。ABCD プレデビュー iTunes、デジタルダウンロードシングル、ラジオシングルスタジオアルバムベストアルバムライブ。 アルバムカバーアルバム2009年、阿部マオのフリーライブ自身初のワンマンライブ。東京都の渋谷をイーストにて行われた。ウォンチューダーリンジンミシリの歌共感してもらえたら、嬉しいって話ですまいベビー綺麗な歌。デッドライン言葉情けない男の歌母の歌あなたの恋人になりたいのです17歳の歌愛はなしいう、モンローフリー阿部マオライブナンバー0自身初のライブツアー。 全7公演で、九州限定で行われた。安倍マオライブナンバー0.7自身二度目のワンマンライブ。大阪と東京の2カ所で行われた。フリーオンチューダー隣人見知ミシリの歌共感して、もらえたら嬉しいって話です。綺麗な歌言葉情けない。男の歌母の、歌ドントリーブミーマージナルマンギミーユアラブイッツの日も、マイベビーあなたの恋人になりたいのです。17歳の歌。 アイワナいーユーモンロー2010年、アベマオライブナンバーワン通算2度目のツアーであり、地震初の全国ツアー。全国14公演で、地元大分県の TOPS を皮切りにスタートした。当初は13公演の予定だったが、急遽、渋谷アックスでの公演が行われた。チケットの一般発売は2010年2月6日に開始された。 まだウォンチューダーリンジンミシリの歌共感して、もらえたら嬉しいって話ですフリー綺麗な歌15の、言葉あなたの恋人になりたいのですマージナルマンわかるの、伝えたいこと君ミーユアラブラビングダーリンいつの日も、ポーカーフェイス母の歌論理いい愛はなしユうあべマオライ、ブナンバーに2度目の全国ツアー。公演数は、自身最多の16公演で、初日と最終日は、地元大分県で行われた。 東京公演のものは、アベマオライブナンバーにゼップ東京として、DVD 化された。マージナルマンア話ワナシーユーギミーユーアラブフリーわかるの、言葉デッドラインモーニング側にいて、ウォンチューダーリン19歳の歌伝えたい、コトラビングダーリンポーカーフェイスイッツの日も、ロンリー母の歌ストーカーの歌3丁目、あなたの家2011年、アベマオライブ夏のジン3度目のワンマンライブ。 2011年初の単独公演で、アルバム、元、を引っ下げて、初の公演となる。痛み、フリージンミシリの歌共感してもらえたら嬉しいって、話ですもっと。あなたの恋人になりたいのですじゃあ、なぜ19歳の歌きれいな歌ドントリーブミー側にいて、ホーロンディーマイベビー雨上がりの夜空に伝えたいこと、走れ、ポーカーフェイス愛はらしい唯一の日も光ロンリー母の、 歌ストーカーの歌3丁目、あなたの家、アベマおライブナンバー3ゼップと、クアトロだけで、ごめんねツアー自身3度目の全国ツアー。今回初めて副題がつき、副題の通り公演会場は、全国のゼップと広島のクラブクアトロのみ。また、自身のツアーで、大分での公演が含まれないのは、初となる。フリー、アイワナシーユーギミーユーアラブいまだ走れ15の言葉じゃ、 なぜあなたの恋人になりたいのです側にいて、TA 校19歳の歌いつの日も伝えたい、ことラビングダーリンユローリーフォーエバーモットー。ポーカーフェイスモンドロンリー母の歌2012年、アベマオライブナンバー4自身4度目の全国ツアーで、初となるホールツアー。14公演の予定だったが、台風4号の影響で6月19日の徳島公演が中止になったことと、 大阪と東京での追加公演により13箇所15、公演となった。7月31日の東京公演は、12月5日に、安倍マオライブナンバー4渋谷公会堂としてリリース、された。How are you? 戦いは終わらない世界は、まだ君を知らないフリー春ュン君を思った歌じゃなぜあなたの恋人になりたいのですがわにいて、嫌われてないかなサンデーモーニング安倍マオバンド勝手に。 仕上がれホーンズメドレー、プレイボーイラビングダーリンここにいて、いつの日もポーカーフェイスモットー。ホーユーモンローロンリーストーカーの歌から三丁目、あなたの家から母の歌、アベマを弾き語りライブ2012トークリスマスだよ。来るでしょ来るよね野巻自身初の弾き語りライブ。アベ自身のギターによる弾き語りのほか、一部ピアニストの演奏によって披露された曲もある。 また、今回初となる客席からのリクエストによる曲を披露するコーナーも設けられた。12、10大阪ビッグキャットあなたの恋人になりたいのです。モンドーデッドラインいつの日もポーカーフェイス愛わなし言う言葉愛にイコール、I want for Christmas is you don't leave me for lonely。最後の、私モーニングロンリー母の歌12、24赤坂。 ブリッツあなたの恋人になりたいのです。モンローデッドラインジャー。なぜいつの日もポーカーフェイス走れ、ドントリーブミー側にいて、都合の良い女の歌最後の、私モーニングロンリー母の歌すべて、ヤマハミュージックメディアより発売。ありがとうございます。